こんにちは、レイセンです。今日は12月6日月曜日になります。実験生活1331日目、不老不死週34絶食36日目、と大体小食粗食とドリンクで生活実験57日目です。天気は雨、現在時刻は午前11時50分ですね。もう12時です。で、今日は絶食2日目なんで、アトヤミックス3杯ですね。1.5 リッター絶食プラス水、水はメープルレモン水でやっていきます。で、今日ちょっと実験的にね、試しにね、漢方として大根のおろし、酢漬けですね。大根の酢漬けを、まあ、ちょこちょこね、取ってみようと思っています。まあ、あれ固形物って言うべきか、あるいは、まあ、野菜ジュースのピューレって言うべきかっていうね。まあ、グレーゾーンだけどさ。グレーゾーンなんだけど。まあ、パッと見、あれは固形物に入るんじゃないかなと思うんだけど。一応ね、一応、まあ、喉のね、状態を良くするっていう、まあ、目的があるもんで。絶食の日ではあるんだけど、まあ、あれを、野菜ジュースのね、ピューレみたいな立ち位置にして。して撮ってみようかなと思っています。なんで、まあ、1日に何回かね、数回ね、ちょこちょことね、まあ、撮るっていう形です。撮りすぎちゃう可能性もあるんだけどさ、まあそれでもいいや。で、まあ、その顔の状態とかね、お腹の状態とかね、まあいろいろ見ていきたいんで、肌の具合とかね、もしかしたら大根おろしが割と喉だけじゃなくてね、喉だけじゃなくて肌とかにもいい可能性もあるから、若返りにプラスに働くっていうね、そういう可能性もあるんで、まあ試しにやってみようかなってとこです。そんだけかな。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。有機豆乳を300、まあ、そんなにお腹空いてないんだけどさ、割と落ち着いてる感じではあるんだけど、でも飲みたいっていうね。で、グリーンスムージーを200、ちょっと泡あるんでね、少し多いように見えるけど多くはない、まあ、こんなもんでしょう。で、あとは水ですね、神社の井戸水を300、ちょっとね、12時にイベントあるんでね、あと5分だ、ね、で、広島レモンですね、これ、これを 5g、 あんま入れすぎない方がいいな。入れすぎてもね、ちょっといまいちなんだよね、味が。で、カークランドですね、のメープル、これコストコで買えるらしいんで、まあ、甘栗だね。甘栗もコストコで買うんだったら合わせてね、このメープルシロップも買ってもいいかなと思っています。レモン果汁だけはね、おそらく、安いやつはね、どれもダメだろうから、広島レモン一択になると思うけど、そんな感じです。そしたら、あとの、今日はこれだね、大根の酢漬け、これもまあ少しね、ちょこちょこね、箸で、スプーンの方がいいかもしれんけど、まあ箸で、こんな感じで、スプーンの方がいいかな。液体が効果があるわけだから、箸よりスプーンの方がいいかもしれんな。まあ、ちょこちょこ取っていく予定です。絶食の日だけどね。まあ、まあ、固形物寄りだけどな。したら取っていきます。ちょっと寝ちゃった。次入れていきます。2杯目ですね。有機豆乳を300、
なんか最近日中に少し寝て、で夜中は遅くにまた寝るみたいなパターンになっちゃってね。これ1200、水はまだ残ってるんで、まあいいかなって。したら取っていきます。次3枚目ですね。入れていきます。肉豆乳を300。で、グリーンスムージーを200。あと水ですね。神社の井戸水を300。600でギリいけるけどちょっと足らないみたいな感じですね。朝ね、朝もう一杯欲しいなみたいな。で広島レモンを 5g、でメープルを 5g、したら取っていきます。今9時半ですね。そしたら計測入っていきます。ベスト測っていきます。正面、側面、背中。73ですね。血圧104/83です。今日の結果報告です。今日は天気雨、睡眠時間8時間半ほどとっています。午後2時から5時までの3時間と翌日午前2時半から8時までの5時間半合わせて8時間半ですね。今日結構寝ちゃったね。でジョギングは今日もなし、ウェイトトレーニングもなしです。日中の室内温度午前11時40分頃計測で16度、湿度は 53% でした。飲んだもの、有機豆乳今日は 900ml です。まあ3杯ですね。でグリーンスムージーが400、これ1が200、水は神社の井戸水で600です。合計が 2100ml、 水600のため実質は 1500ml になります。まあ、1.5 リッター絶食ってところです。で今日は絶食の日なんで固形物はなしですね。で漢方は適当だね。まあ、少ないって言ったら、あれは少ないに入るのかなっていう感じになるんで、まあ、適当ってところです。香辛料がメープルシロップ 10g、 レモン果汁 10g です。尿回数9回出てて、濃さ薄め完全無色、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日は大便出てません。おならもなしですね。今日もおなら全くないですね今日。
今日の計測時刻は午前9時半頃です。昨日よりも1時間ほど早いですね。まあその分 0.1 キロぐらいは増えてることになります。体重 63.65 キロ、昨日に比べて 0.7 キロの減少です。なんでまあまあ減ってますね。 BMI20.1 でマイナス 0.2、 体脂肪率は 16.5% で 0.4% の減少です。なんで体重も体脂肪率もまあそこそこね、そこそこ下がっています。血圧104-83、最高血圧マイナス5、最低血圧プラス3、なんで血圧もちょっと下がってますね。脈拍84でプラス4、ウエスト73センチで5ミリの減少です。で今日の気づき、まあ今日はあの漢方の方だね、漢方の、まあ、大根おろしの酢漬けなんだけどさ、今日はまあ絶食の日だけど、まあ、取るようにしたんだよね。で結論から言うとね、まあ確かに喉は、まあ、ちょっとマシになるんだけどさ、まあほいでもちょっとねやっぱへばりつく感じはあるね、痰がね。もうなんか効果が薄くなってきたあの大根おろしね。だからやっぱ頻繁にすりおろして取った方がいいなって思ったけど、まあめんどくさいなそれ、毎回すりおろすのめんどくさいんでね。まああのまま行こうかなと思ってるけど、ただまああの取ってた方が喉はマシにはなるんだけど、あと顔も今日朝見てまあそんなに悪くはないけどさ、雰囲気がまあ若干良くなったかなぐらいですね。そんなおすごい若返ったみたいな感じではない。ただ今日また椅子寝ちゃったね布団で寝れてないし、あとお風呂にも入れてないね、夜ね。なんかその辺全然できてなかったんだけど、ただまあ今までのね、今までのその絶食の日だね、絶食の日と比べるとなんかね肌の具合が若干悪いんだよね。まあ肌触り悪くないんだけど、まあ割とサラサラしてか、ツルツルしてんだけどさ、鏡で見た時のね、肌の感じっていうのかな、ちょっとなんかガサガサしてるような感じに見えた。で今日最初にまあ3時間寝てるんだよね。で夜中2時半頃寝てて、途中起きたりしたんだよな、ちょこっとだけね。起きたりしてて、で、まあ、夜中だね、夜中に顔を見てたら、タブレットでさ、タブレット、ラグナドールやってると頻繁に落ちるもんで、接続エラー落ちってやつでさ、頻繁に落ちるもんで、で落ちた時に画面真っ黒になるじゃんね。でその時に今顔が映るもんで顔を見たりするんだけど、今日の顔はねまあまあ良かったんだよね。夜中の顔がまあまあ良かったっていうか、一回寝てでその後の顔がまあまあ良かったっていうね。だからまあそれを考えるとそんなに悪いわけじゃないのかなとも思うんだけど、そんなにいい感じもしないっていうのかな、大根おろしね、取った感じね今日ね。まあ今後は一応まあ取らない方向で行って、ただその喉の状態がねあんまりひどい時は取るみたいな、まあそういうスタンスで行こうかなと思ってます。基本はなし、喉の具合次第でありみたいな、そんなところですね、大根おろしに関してはね。やっぱりね、トヤミックス 1.5 リッター絶食だけだね、トヤミックスだけが一番若返るかもしれないなって思ってるところです。なんでメープルシロップとかレモン果汁もなしでね、本当のトヤミックスだけ 1.5 リッター、そこが一番いいかもしれないなって今ちょっと考えてるところです。まあメープルシロップとレモン果汁を入れたのメープルレモン水ね、あれまあそんなに支障はないように見えるんだけどさ、あとあると全然違うね。やっぱエネルギーがちょっと入ってくるもんで、空腹感が紛らわせられるっていうのかな。結構でかいんだよねメープルレモン水。でかいんだけど、まあその分楽になるもんで若返りしないのかなっていうね。結局ちょっとしんどさを感じないと若返りしないのかなっていうそんなところ、まあその辺もちょっと、ね、今後実験でね、メープルレモン水なしのね 1.5 リッター絶食の日もちょっと、まあ、
今後設けてみてね、まあ、今のレモン果汁がなくなったらちょっとメープルレモン水なしでやってみようかな一回ね。多分メープルはまだしばらくあると思うんだよあれね1リットル以上あれ1キロか、うん、1リットルか1リットル以上あ、ね、入ってるんだよね。なんでまあメープルレモン水もなしっていうね、うん、本当の 1.5 リッターゼ食、まあ、一番若返った時がそれだったんでね、うん、トイミックス3倍と水だけっていうね完全な、うん、なんでまあそれ以外のものは取らない方がいいかもしれないっていう、取ったら取っただけ若返らないっていうね、まあ、その可能性が高いですね。なので大根おろしとか、まあ、メープルとかレモン果汁とか、まあ、そういうのは一切排除してね、本当にトヤミックス 1.5 リッターね。しかもあのコレイチトーヤとあとグリーントーヤですねでやるっていう、まあここだな、若返るためにはね、うん、どうもねってところです。まあメープルレモン水に関してはまだねきちんとね睡眠の質を上げれてないもんで、まあそこ次第っていう可能性もあるからね、何とも言えないんだけどね、まあ、睡眠の質が上がったら案外簡単にね若返っちゃうかもしれないんでね、それだったらメープルレモン水使った方が楽だもんで、まあ、そっちの方がいいじゃんって話になるけど、まあ実験続けてったらねその辺も明らかになっていくかなって思っています。で今の状態としてはねやっぱちょっと空腹感があって、で少し軽めのね貧血の症状みたいなのがあるっていうのかな、うん、まあ普段レベル普通に家事とかね、うん、普段レベルのことは問題なくできるけど、あんま激しい運動とかね仕事とかは厳しいんじゃないかなっていう感じですね。まあ慣れたら仕事とかね、まあ普通の仕事ならできるかもしれんけど、あんま重労働じゃなかったらね、うん、そんな感じで、うん、立ちくらみまでいかないけど、うん、若干なんかまあ貧血までいかないけど、うん、軽い超軽い貧血の症状みたいなそんな感じのが少しあるってとこですね。まあ断食絶食してる時にはねあるんでね、こういうの普通に出るからね、うん、まあだから一応絶食らしい絶食ができてるっていう証拠でもあるかなと思ってます。で今日ネットでいろいろ見てたらね、特に甘栗だね、甘栗でなんかいいのないかなとか言って探してたら、うん、作り方だね、甘栗の、まあ、焼き方っていうのかな、製法に関する情報がちょっと入ってて乗っかってて、でねやっぱりね普通に攪拌釜で焼いただけじゃないなっていうのが分かった、うん、やっぱり焼きムラがないじゃん、サンフーズさんのやつってさ、ああいうレトルトパウチでパックしてあるやつって焼きムラがないんだけどさ、あれやっぱりね焼いただけじゃなかったね、うん、圧力鍋、圧力鍋っていうか圧力釜かな、圧力釜で熱加えて、で、まあ、完全に焼き入れてるね、焼き入れてるっていうか焼きムラない状態にしてるっていうか、うん、圧力釜を使ってる、うん、だ普通のね栗をね焼く攪拌式のね、栗焼き器じゃなくって、うん、圧力釜ですね。でああいうレトルトパウチで販売されてるものに関しては、パウチに入れてで並べてで圧力釜に入れてで火にかけるっていうね、うん、そういう製法を取ってるね。だからああいうレトルトパウチに入ってるものと入ってないもので製法が違うっていうことだね。パウチに入ってるものは圧力鍋に入れてるっていうね。ただ最初にねおそらく攪拌釜で焼きは入れてるんじゃないかなと思ってます。焼き入れてで最後にプラスねプラス圧力鍋入れてるみたいなじゃないかなと思うけどね、うん、ただむき甘栗は圧力鍋だけかもしれないけど、うん、もしかしたらね、うん、だけど半割れのタイプだね、半割れのタイプは多分焼いてはいると思うんだよね。多分攪拌式の焼き栗器
で焼きを最初に入れといて、で最後にレトルトパウチしてからね、仕上げでね圧力鍋に入れてるっていう、圧力釜に入れてるっていうね。まあ圧力釜って言ってもああいう丸っこい釜じゃなくて、まあ、完全な箱だね、鉄の箱って感じね。その中に突っ込んで、綺麗に並べてね、棚にね、細かい棚に並べて、ね、で突っ込んで、でまあ時間とかも決めてね、焼くみたいな。だ蒸し焼きにしてるんじゃないかって言ったのは、まあ半分当たってるっていう、半分っていうかまあ大体当たってるっていう感じだね。まあ似たようなところだったってとこです。前にね、あの甘栗大爆笑を食べてた時に一個なんかね、もう焦げてたやつがあったんだよ。で焦げてたやつね、あの皮にね穴が開いてて、でその穴にね、あのちっちゃな石だね、石が詰まってたんで、挟まってたっていうのかな。これわかる、ちょっと見にくいかな、多分近づけるとねぼやけちゃうんでね、こういう小さいね石なんで、あの甘栗を焼くときに一緒に混ぜ込む石だと思うんだよね。甘栗もね、一つ一つの間に隙間ができちゃうじゃんね。隙間ができると、まあ、焼きムラができるっていうか、できやすいっていうか、焼きムラをなくすために、隙間をね埋めるためにね、熱を均等に通すっていうか、なるべく熱を通しやすくするように細かな石をね入れて、で石も一緒に混ぜてね焼いてるよね、あれね、あの攪拌式の焼き栗器ってね、確かね、前になんか映像で見たことがあったんだよね、実際に焼いてるところがさ、で石と一緒に混ぜて焼いてた記憶があるから、だそういう焼き方をしてると思うんだよ。で大爆笑の栗でね、これが挟まってた、この石が挟まってた、まあ、栗があったから、だからその攪拌式の焼き方で焼いてるのは間違いないなと思ったんだよ。間違いないなと思ったんだけど、ただ焼きムラが全くないもんで、おそらくまあ焼いた後だね、最後に圧力釜でね仕上げで焼きムラを完全にねなくしてるんじゃないかなってところですね。でそれができるのがまあレトルトパウチに入れてる商品で、でサンフーズさんのやつはレトルトパウチ入ってるもんで、まあ日持ちもするけど、まあそういうね圧力釜で最後仕上げてるっていう、まあその辺で間違いないと思う、ですね。で、あの木村食品さんの方は逆にそのレトルトパウチとか使ってないもんで、そういう圧力釜は使えないわけだ。だからちょっと焼きムラがあるっていうね。やっぱどうしてもあの攪拌式の焼き栗器だけだと、まあ、焼きムラができちゃうっていうのかな。でしかもアルバイトの人がやってたりすると特にね焼きムラはできやすくって、さらにまあ天気が雨とかだと、ね、熱が、ね、どうしても弱くなっちゃうもんで、そういう時に買った、まあ、栗だと、まあね、ちょっと熱が全然通ってない、全然ってことはないけど、通りが不十分で、でちょっとお腹の調子がね若干悪くなるみたいなことが起こるっていうね、まあそんなところじゃないかなってとこですね。だからまあ作る人とのね、まあ技術とかさ、まあその辺ノウハウとかさ、だからきちんと火が通ってるかどうかのまあ塩梅っていうのかな、それが分かる人が作った時と分からない人が作った時でやっぱ出来が違うっていうのかな。まあ、そういう品質面のばらつきがちょっと出るのが、まあ、木村食品さんだけど、おそらくね、私が、まあね、今までまあ食べた感じとしてね、なんだけど、でもねやっぱ焼きたての栗をね食べれるっていうとこだけでもうでかいよねここだけでもそそないと思うから、焼きたての栗を食べれるっていうね、それだけでね、かなりレアなわけだ、レアっていうか貴重なわけだ。でしかも値段も安いからね、あれはあれですごいいいなと思うんだけど、まあただ体に入れた時の感じがね、感じがやっぱりサンフーズさんの方が、まあいいかなってとこです。
まあ、今後一応ね両方使っていきたいなと思ってるけど、一応メインはサンフーズさん の、まあ、あの割れてる、ね、甘栗ってところです。で明日も、まあ、あのびっくりってやつだね、サンフーズさんのびっくりってやつをちょっと買ってこようかなと思ってます。うん、基本はびっくりだね。時々あの木村食品さんですもんね、買ってもいいかなと思ってるとこです。まあ焼き芋なんかもさ、ね、落ち葉でね焼いた焼きたての焼き芋が一番美味しかったりするように、ね、やっぱ焼きたての栗ってでかいよねっていうね、まあ、そんなところはですね。あとは生揚げで油揚げもまあ1枚ぐらいなんかね買おうかなと思ってます。マクロビハはちょっとどうするか分かんないですね。天気も一応かろうじてさっきまで雨降ってたんだけど、今ちょっとまあ止んだかあるいはパラついてるぐらいだと思うんで、まあ、早めにね買い出し行こうと思ってます。で12時から6時までラグナドールがねメンテナンス入るんで、まあ、メンテ入る前にできたら買い出し行きたいなって思ってるところです。うん、でまあメンテの時にはね、一応や一通りねスタミナとかも全部使い切ってで万端にしてね、でメンテナンス入りたいんでな感じかな。まあいつも通りですね、甘栗と生揚げ油揚げでやっていくっていう、あと人参ジュースはもちろん買うけど、うん、買うものは大体決まったんでね。あでね、あのみりん揚げ、うん、この間みりん揚げ食べたじゃんね、まあもう美味しかったんでね、みりん揚げまたちょっと買ってみたいなと思ってるところです。まあああいうせんべいに使われてるお米ってあんまりいいやつじゃないらしいんで、うん、あの遺伝子組み換えとか、まあ外国のお米とか、うん、あんまいいもの使ってないっていう話があるんで、うん、ちょっとどうかなっていうのもあるけどね。ただ甘いお菓子はまあマクロビハがあるもんでいいけど、甘くない方だね、うん、まあ醤油味とかさ、そういう、うん、そうせんべいのね、せんべいの方向のお菓子で、まあ、これだみたいなものが今んとこないもんで、まあなんかね、なんかちょっと見つけたいなと思ってるとこです。ないと思うけどな、なかなか。ちょっと値段高くなってもいいならあるかもしれないってとこですね。やっぱ安いせんべいはね絶対材料変なの使ってると思うん でそういうの食べるとね、やっぱ心臓に影響くるんだよね。なんか心臓がズンとした感じになるっていうのかな、食べるとさ、油とあとなんかそういう遺伝子組み換えのものだね、は取るとやっぱね心臓に影響くるんだよね。なんでちょっとでもなんかそういう症状が出てきたら、これはもう取らない方がいいなっていう風に、うん、やめた方がいいですね。そんな感じかな。あと柿がまあ一回まだちょっとあったんで、まあ、柿もちょっと食べる予定です。そんだけですね、うん、そしたら実験生活1331日目完了です。それではまた明日。